Piece Anrimiteddo Wārudo Reddo. ヒゲが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の伯爵レッドフィールドがいただろう。レッドフィールド、ああ、昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか、奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。には仲間などおらぬ。ただの一人だな。落としたか。やはり年が取るものではないな。約束の島ってのは、あ、間違いねえ、あの島だ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ、釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ヌキチョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ、あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。なるか。引き返すぞ、フランキー。サンジ、海賊弁当大盛り。はいよ。の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。
ゾロは、あんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい。そして、私とロビンはウィンドウショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。ほら、ちょっと露出高めの衣装とか。意義なし。ねえねえ、オイラは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ウキキ。そして肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくれ。宿屋に集合よ。勝手に町の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うひょう。この島は俺たちが守ってやるから、そば代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。あ、え、なんだてめえ、俺たち怒らすとただじゃ済まねえぞ。Thank you.
お疲れかしら。無理しないでね。ちょっと起きてよ。あ、誰だお前。誰はないでしょう。私はこの宿の女将の宿屋よ。そっか。で、あいつらは？ここで食事したのも、食べ疲れてそのまま寝たのも、お客さんだけだよ。で、これが食事の代金と宿泊費ね。うちは明朗会計。つけは聞かないから、そのつもりで。悪い。俺、今金持ってね。仲間が来れば払えると思うけど。しょうがないわね。昨日助けてもらったお礼も兼ねて、条件付きでタダにしてあげる。条件付き？ちょっとしたお願いを聞いてくれるだけでいいの。聞いてくれるならお代はいらないし、しばらくお仲間も含めてうちで面倒見てあげてもいいわよ。何なんだそのお願いって。ルフィ大変だ。その、あれだ、つまり、その、みんなさらわれちまった。みんな？ゾロとサンジと、ナミとロビンとフランキーと、チョッパとウソップとブルックと、とにかくルフィ以外のみんなだ。さらわれた？あいつらが？とにかくオイラについてきてよ。ちょっと、まだ私の話が。お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼む。ねえ、本当？男に二言はないわね。ああ。なんかの間違いじゃねえか？あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえって、おいら見たんだ。あっちの方、町の外のずっと向こう側にみんなが連れて帰れるところ。
よし、案内しろ。あるような。こっちだ。知らなかった。
ドラゴンって珍しい生き物だと思ってたけど、案外どこにでもいるもんだな。じゃあサンジもいねえし、その辺の火で炙って。あ、俺の肉がねえ。どこだ俺の肉。なんかあれだ、そう、誰かが持ってっちまったんだ。どんなやつだ。なんかシュロロロ言ってたような。あいつだな、肉泥棒。ちくしょーい。ワクワクすんな。
Shut up!
ひゅろろろろろろ、よく来たな麦わら。今こそ世界一の科学者である俺の。ドラゴンの肉を盗んだのはお前か。相変わらず理解不能だなゴム野郎。ドラゴンの肉ってなんだ。普通は仲間を誘拐されたことに怒るもんじゃねえのか。あ、そうか。あいつらをさらったのはお前か。クリズリー
っちこっち。よく寝た。どうしたんだお前ら。いつの間にか寝ちまってたみてえだな。お前らさらわれたんだってよ。しっしっし。さらわれた？何の冗談だ。俺たちは一旦船に戻ってコックの飯を食ったら眠くなって。どこだここは。だからさらわれたって言ってんだ。他の連中はどうした。だからさらわれたって言ってんだ。もういいよ、オイラが説明する。一大事じゃねえか。早く探しに行くぞおめえら。敵にさらわれただと。何やってんだあのバカコック。いやだからお前らもさらわれたんだぞ。何大丈夫かなこいつら。試してみるか。スーパー任せとけ。